空気ポンプの実験ナショナルギャラリージョセフライトはイングランドの画家。ライト・オブ・ダービーと称され風景画や肖像画を主に描いた。彼は産業革命の精神を初めて表現した画家として高く評価されている。彼は光と闇の対比を強調するキアロスクールの扱いに優れ、ろうそくで題材を照らした絵でよく知られる。錬金術から科学が誕生したことを表現する彼の 絵は、イングランド中部在住の有力な科学者、工業家たちが集った、ルナーソサイティでの議論にしばしば基づいていた。そしてその絵は、啓蒙時代と呼ばれた時期の科学が宗教的価値観といかに格闘したかを示す、暗示的な記録となっている。ライトの絵とスケッチの多くは、ダービー市議会が所有し、ダービー博物館、美術館で展示されている。 それらは時折他の美術館へ貸し出されることもある。ジョセフ・ライトはダービーのアイロンゲートに生まれた。父のジョン・ライトは弁護士で後に死の初期となった。母はハンナ・ブルックスといい、ジョセフは5人兄弟のうちの三男だった。ライトはダービーグラマースクールで学び、版画を模写しながら独学で絵を学んだ。1751年に画家を志してロンドンへ出て、 巧妙な肖像画家であり、ジョシア・レノルズの死でもあったトーマス・ハドソンの下で2年間肖像画家として修行を積んだ後、ダービーへ戻り親類演者や地元名士らの肖像画を描いた。1756年に再度15ヶ月間ハドソンの工房に入り、同門のジョン・ハミルトン・モーティマーと、その後も長く続く友情関係を築いた。翌年ダービーに戻り、そこで、 もっぱら肖像画家として生計を立てた。1760年にはミッドランドの町々をやはり肖像画家として渡り歩いている。1760年代の初め頃から暗い室内でろうそくに照らされた人物というモチーフを描き始めた。その特徴的な名暗法を用いつつ、1760年代後半には彼の代表作ともなった太陽敬儀の講義と 空気ポンプの実験を制作し、これら科学技術を主題とした作品によって、ロンドンにおけるライトの名声は確立された。1768年から1771年の間はリバプールで過ごし、主にミッドランドの有力者とその家族の肖像画など、多くの作品を残した。1771年から1773年の間は、鍛冶屋の仕事場、 鉄工場など、現代的な主題と夜景を組み合わせた作品がいくつか見られる。また、老人都市など文学に触発された哀愁的な作品も見られる。ライトは1773年7月28日に、炎さんの最高者の娘アンスイフトと結婚した。夫妻は6人の子供を設け、うち3人は幼少のうちに死んだ。ライトは1773年10月に、 イギリスを旅立ち、翌年2月ローマに到着した。このイタリアへの長旅には、弟子のリチャード・ハールストン、肖像画家のジョン・ダウン・マン、彫刻家のジェームズ・ペインが同行した。またローマで、ジョージ・ロムニー、オージアス、ハンフリー、ジェイコブ・モーアと信仰を結んだ。イタリアでは主にローマに滞在し、システィーナ礼拝イイ堂のミケランジェロの作品や、古典彫刻、古典建築の研究に勤しんだ。 ナポリ滞在中には、ベスビオ火山の噴火を目撃し、それは、その後、彼の絵の多くで題材として描かれた。ライトは1775年9月に、フィレンツェとベネツィアを経由して帰国した。ライトは帰国後、リゾート都市バースへ移った。肖像画家として、当地で名を挙げていたゲインズバラがロンドンに移った直後だったため、その後釜としての注文を見込んでのことだった。 しかしこの機体は、外れ、また、政作意欲をかきたてられず、1779年、ダービーに戻り、没するまで、そこで過ごした。彼は、自宅で図だと、神経過敏が悪化し、エラズマスダーウィンから治療を受けた。妻のアンライトは1790年8月17日に、没した。1797年8月29日、 ダービーのクイーンストリート28番地にある新居でライトは没した。彼は二人の娘と共にその家で最後の数ヶ月を過ごしていた。ライトは英国芸術家協会及び王立芸術院の展覧会に幾度も出品している。校舎に関しては1781年に準会員、千七1784年に正会員となったが彼は自らの業績を謙遜して 正会員の栄誉を辞退し、脱会した。しかしその展覧会には1783年から1794まで出品を続けた。ライトは1765年からロンドンで絵の展示を行っている。1765年から1776年は、毎年芸術家協会で、1778年から1794年は、毎年ではないが王立芸術院でのものである。 また1778年から1783年には自由芸術家協会で1784年から1787年にはリバプールの芸術促進協会で展示を行っている。ライト・オブ・ダービーという彼の呼び名が初めて使われたのは1768年で新聞に掲載された展覧会の評論においてである。当時は 画家の名前に先例名を付けないのが通例だったため、1765年から作品を発表しているジョセフ・ライトと1762年から作品を発表しているリバプールのリチャード・ライト、二人のライト氏を区別する必要があった。ライト・オブ・ダービーという呼び名は、その親しみやすさから今日まで使われることになった。ライトは生涯ロンドン以外を拠点としながら成功した。 初めてのイギリス人画家であり、その経歴は当時としては異色のものであった。夕暮れの洞窟、スミス大学美術館ライトの絵は、ろうそくの明かりに照らされた題材で、最もよく知られ、その最も良い例として、ろうそくの光の下で、剣討士の彫刻を見る三人の人物、ダービー博物館、美術館所蔵の、太陽敬儀の講義、ナショナルギャラリー所蔵の、 空気ポンプの実験を上げることができる。老人都市向きはだった個性的な作品である。この明暗法は直接的にはレンブラント、ヘリット・ファン・ホント・ホルスとゴットフリード・シャールキンからさらにたどればカラバッチオからの影響が見て取れる。肖像画制作はライトの生涯を通じて主な収入源であった。モデルとなったのは主に地元の名士、知識人、成功した。 中三階級、及びその家族たちだった。ライトの肖像画の描き方はごく気真面目なものだが、絵文の匠さが絵を見事に引き立たせている。時に、レンブラントやラファエロのような古典名画からポーズを釈用することもあった。ライトは晩年にかけて風景画を多く描いた。彼の風景画は、写実性を追求しつつ、私的な情感を称えている。彼の風景画には、 アールト・ファンデルネールの影響が伺える。ジョセフ・ライトはまた満月の夜の伝園風景を映した月光のダブデールも描いた。これはオベリン大学のアレン記念美術館で展示されている。これとタイになる陽光のダブデールは日中の色合いを映している。フロリダ州サラ・ソータのジョーンマウェル・リング・リング美術館にあるもう一枚の月光の風景も同様にドラマチックで 水面上に架かる橋の傍らにぼんやり描かれた月が、このぐらい風景と対照的に水面をきらめかせながら情景を照らしている。湖水地方の旅から描かれた代表作にはライダルの滝がある。夕暮れの洞窟は、洞窟ドラマチックなキアロスクールを使って描かれ、ジョセフライトの名を高めた作品である。この絵は、イタリア滞在中の1774年に完成した。これは、 ボストン美術館の無法者。ライトはイングランド中部地方の先進的な工業家たちと親密な関係を持っていた。最も重要な講演者として磁器の製造を工業化したとされる、ジョサイア・アウェジウッド、宝石の工場システムを考案したとされるリチャード・アークライトの2名が挙げられる。ライトの弟子の一人、ウィリアム・テイトは貴人で知られた事前事業家にして採掘事業者。 ジョセフ・ウィラムソンの王子にあたり、ライトの死後、その作品のいくつかをか。ライトはまたエラズマス・ダーウィンや、一流の工業家、科学者、哲学者たちが集うルナー・ソサイティの他の会員たちと、交友があった。その会合は、バーミンガムで開かれたが、チャールズ・ダーウィンの祖父であるエラズマス・ダーウィンは、ダービー在住だった。影にかかる、見事な光の表現で知られる。 ジョセフライトの作品のいくつかは、ルナーソサイティの会合に触発されたものだった。空気ポンプの実験では、空気の性質とそれが、生命維持に果たす役割に関する初期の実験を、人々が取り囲み観察する様子が示されている。賢者の石を探す、錬金術師。賢者の石を探す、錬金術師は、ドイツの錬金術師ヘニッヒブラントによって1669年に、 リンが発見された様子を描いている。大量の尿を煮詰めているフラスコで、尿中に豊富に含まれるリンが空中で自然発火し、勢いよく光を発している。太陽警備の講義は、太陽周囲の惑星運行を実演する初期の機械装置を示している。スコットランドの科学者、ジェームズ・ファーガソンは1762年7月にダービーで数度にわたる講義を受け持った。 それは1760年に出版された彼の著書、力学、流体性力学、空気力学、工学、その他から選んだ主題に関する講義に基づいたものだった。講義内容を視覚化するため、彼は様々な機械、模型、道具を使用した。ライトはファーガソンの講義に参加した可能性が高い。なぜなら親しい隣人だった。 時計職人かつ科学者のジョン・ホワイト・ハーストから講義のチケットを入手できたであろうからだ。ライトは太陽経備とその操作についてよりよく知るため、ファーガソンの実践的な知識を欲していたであろう。史実に基づいたこれらの絵にはメタファーも託されていると考えられる。例えば、祈る人物の前で激しく輪行が発する様子は、信仰から科学的理解と啓蒙へという、 容易ならざる変典を表している。また、人々が空気ポンプ中の鳥を囲んで様々な表情を浮かべる様子は来たる科学の時代が起こしうる残酷さを表している。これらの絵画は西洋における宗教の力を理解し始めた科学的研究のハイライトを表している。10年ほど後に啓蒙思想の頂点であるフランス革命の反動の中、 科学者たちは自分たちが迫害されていることに気がついた。ルナーソサイティの会員だったジョゼフ・プリー・ストリーは、フランス革命の支持を公言したことに反発した。群衆によって、1791年のバーミンガム暴動で実験室を粉砕され家も燃やされ、1794年にはイギリスを離れた。フランスでは、科学者のアントワーヌ・ラボアジエが、恐怖政治のただ中で、ギロチンにかけられた。 政治家にして哲学者のエドマンドバークはその著書、フランス革命の政策で知られるが、プリーストリーをはじめとする自然哲学者たちをフランス革命と結びつけた。後に彼は、レター2エーノーブルロードでイギリスの科学を支えた革命家たちは実験で人間を扱うところ空気ポンプのネズミと何ら変わらないと考えていたと記した。この論評に照らせば、 空気ポンプの鳥を描いたライトの絵は20年以上前に完成していたにもかかわらず実に予見的だったと言える。こうした背景のもと、ダービー出身でルナーソサイティ会員だったエラズマス・ダーウィンの孫、チャールズ・ダーウィンは半世紀後の1859年に種の起源を出版することで科学と宗教的信念の間の相告を深めることになった。太陽景気の記念碑。 ジョセフ・ライト・シックス・フォーム・センター・ダービーでは、アイロン・ゲート28番地近くの歩道に、太陽警備の彫像を建て、ライトの生誕地を記念している。ジョセフ・ライトはセイ・アルクムンド教会の墓地に葬られた。この教会は後、町の中心を通る、環状道路の建設予定地となり、論争のうちに1968年に取り壊され、現在はその道路の下となっている。ライトの亡骸は、 ノッティンガムロード墓地へ移された。1997年にライトの墓碑がダービー大聖堂の隣に設置され、2002年には大聖堂の中へ移され、壁に埋め込まれた。これは観光名所であるハードウィックのベスの記念碑近くのよく目立つ位置にある。ジョセフライトはまたアイロンゲートからそう遠くないカテドラルローに位置するシックスフォームセンターの名前にも使われている。 このジョセフライトセンターは、ダービー大学の新しい主要施設として2005年にオープンした。そして18世紀の画家の名にちなんだ理由を次のように歌っている。彼の作品は、産業革命における多くの科学的、技術的進歩を映し取りました。ジョセフライトが残した精神を基範とし、本校は皆さんのキャリアの出発点として、理想的な環境を提供します。 ルーズコーク、妻のハンナ、いとこのダニエルコーク、ありがとうございます。